アメリカのニューヨークでニューヨーカーが好んで食べるカキの貝殻を使った防波堤が作られています。こちらにはニューヨーク中のレストランから毎週3トン以上のカキの殻が集められています。かつてニューヨークの港はカキに覆われていました。ところが収穫のしすぎと水質汚染でカキはほとんど取れなくなってしまいました。そのカキを防波堤にするというのです。 This is how oysters grow in the wild. So they like to grow off of each other and they create, they're stronger that way. 水質が改善し再び収穫が可能になったことに着目し、今回のプロジェクトは始まりました。およそ60のレストランと提携し、大量のカキの貝殻が送られてきます。ここが最初のレストランから出た殻で、そこからこれだけ大きなカキが育ったっていうことですね。 This could really protect our shorelines, right? It could slow down waves because as water hits them and you have oyster, it slows down the wave. カキの防波堤には貝殻を網に入れて沈めるものと、隙間があるコンクリートの容器に入れて沈めるものがあります。どちらもカキの貝殻に生きたカキをくっつけて繁殖させ、波消し効果を生み出すというものです。さらにこんな面も。 So because they grow in that three-dimensional structure, it creates a place for them to hide from bigger fish, to lay their eggs, and it also clears the water around that area, so it creates a nice environment for it to live. So, yeah. So very, very nice real estate in New York City. プロジェクトチームは過去8年間ですでに1億個のカキを繁殖させることに成功しました。高潮被害の多いニューヨークで温暖化による海面上昇が進む前にカキの防波堤を広げていく必要性を訴えています。